まあ絶対に好かないんだったら別に弱でも強でも変わんない。かなり簡単なレシピで今即死だから更新された。ソラさんよろしく。スミスジェ最初から画面端スタートだとスカルトか。あーいやでもそれさっきやりませんでした。やばい。舞い上がれしない。一応闇そぎかくるんすけど入力が遅れてるのかな。確かかくるはず。いやー間違えた。はい、今のところ微妙だったね。一応ヤオキャンを使えば運べたからヤオキャンだったな。それか最初クズ風でちょっと距離ミス。スミスでスケアユとかなせん。ここ突き。あー出ない。いきなりヤオキャンミスって、いやヤオキャンはできたけどダッシュからの勝利をミスったのか。意識を左にずらすんだ。表強のことつきってガードされたら、まだまだスミスジェ熱帯だと無印に近い強さになるね。わら舞い上がり当たらないか今の。そうっすね。無印もなんか好き少、無印はね、もっと好き少なかったんだよね。はい。
ヤオキャンができないけど、まあまたトレモにもこもるのもありだしね。うまい。まだ見えないわ。集団発動かな。おぼやすい。どつき来るか。来ない。なんかこの辺ですが、ネオマ出したんだけど、ネオマ出なかった。ね、余計なことせずに、思うよりはね、ネオマ出すのが結構めんどくさいから、あ、有利だ。スミスジェ SNK のサーバーだから、うん、今ネオマ出そうとして闇急ぎが出ちゃったのは最初の竜巻ができてないんだろうな。いや違うか、ちゃんとなんでできなかったのかっていうのは考えないとダメなんだよ。いやマジか。マジか、ここ突き。集団発動来そう。いつもの。なるほど。これね、ちゃんと出せばね、ジャンプにも引っかかるんですけど。絶対長く。どうしよう。わー、ピヨっとった。ゆいちゃん頑張れ。なるほど。評
ショウ、キング、クーラ。そういや、キングってさっき入ってた。大将がキングなのか。珍しいな。キングは普通戦法。はい、リバサで通常コトツキ出してくるからこの人ガードしましょう。 EX コトツキじゃないないね、あれは多分。隙間がある、壊し読み。ああ、一応1フレから下段無敵なんだっけ、コトツキって。キムの EX 三月山はそうですよね。もうヤオキャンしない。いや、それにしてもリスクあるけど、笑。いや、もちろんリスクはめっちゃあるけど、でもリターンもあるから、例えば爆捨てとかしてたら引っかかるんじゃないですか、ドツキで。どうしよう。ほう。はい。斬新だけど、試しましょうか。1フレから下段見てきゃうかとか。ここはあるんじゃない。出た、ヤオキャン出たぜ。置き攻め壊しやったら今思いっきりやられましたよ。おい壊しは多分ダメだね。コパンとかの方が良くない？重ねるんだったら金 A とか重ねた方がいいんじゃない？キムの EX 半月弾そうやって潰すから。今めっちゃ潰されたじゃん、だって。
あー、読まれてる。これは甘かったですね。なるほど。いやー、これかなり目押しが遅れないと。今目押しがね4フレーム遅れたら食らった。あ、キリンさんお久しぶり、いらっしゃい。キリン桜井、明けおめー、明けおめ。キリン桜井、あの聞きたいことが。はい、何でしょう。今の闇そぎ遠影。キリン桜井、はい、X リュートラランブって何フレームですか。 EX リュートラランブ、あ、空手です。5フレームです、発生は。キリン桜井、ありがとうございます。笑い。さあ、どうする。もう一回来る。うまい。ここは足消費するのうまいな。キリン桜井、急に申し訳ないです。わら。ND を飛ばれただけでこうなる。いえ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 、ちょっとエアオキャンの自信がないから。キリン桜井、ボイスチャットしてて自信がなくて質問しました。おお、しゃがみしりタイプ。キリン桜井、爪と炎のサギ飛びで試したのですが、私が下手なのか曖昧で、わら。発生は5フレッス。キリン桜井、了解です、わら。キリン桜井、ではボイスチャットに戻りますね。キリン桜井、すいません。また来ます。確定ですよ。はい。トルネードキック来たら発動コンボで倒します。ではのし。
だら、出ない。今の多分隠ってない、ないかな。今の EX アトムだったら隠るのかな。なさ、隠ってなさそうな。まあ、この人ほとんど爆捨てで拒否してる。音つき。はい。昇竜が出ね。音つき出さないですね。待ってるんですけど。スミスジェ、下要素抜けてる？そうですね。クルットがね、はい。トンネル結構怖い。あ、そっち。なるほど。もしかしたらコトツキコマンドが好きなのかもしれない。さあ、置き金どうしよう。これみんな食らうんだよな、ユーコからのこの担ぎ。どうしよう。なるほど。ジュコからのね、最速中ジャンプ立ち火っていう。なんでそっち勝つねん。スミスジェ、見た目的にも立ってる状態で下段とかひどい。え？見た目的にも立ってる状態で下段ひどい。それ、誰のことですか？キング？今そこと月からの禁止負けたのマジですごいよ。スミスジェ、空手の立ち火。うまい。
今のは上手いですね。空手のタッチ B はね、まあそういう技なんで超強いんで。ネオマ話してきそうだよねこれ。いやもうネオマの時間残ってないか。おい、いつものいいな。このコンボ、このコンボ見るとね元気が出ます。今日も一日頑張ろうって。今日も一日頑張ったか。今日僕これ初っぱなしですよ。それで元気が出るのは性格悪い。これ見るとなんか今日も一日頑張ろうと思う。この試合負けそう。はい。そのこすりを突き含めたら言うて1回なんですけど、バックステイ逃げてますね。俺は見てる。出た出たぞ。落とし機。あ、こっち。はい、今度は EX ことすきだった。変えてきてる。今のね、置き攻めからめくりで飯食いたくなるよね。マジで。いや、今のは確定はしてないですね。強烈スピンには EX は確定してない。スタンドハセ出したから当たっただけで、今のは別に確定はしてない。ごめん、めっちゃ暴れるな。マジで？あー、後天にも当たるんだった、これ。ガードしても削りで死んでたから、まあ前転なんのかな。
んなにゲージ使って空手倒せるのか。はい、もういいだろう。なんで負けてるのかっていうのを考えないのかな、この人は。はい、ちゃんと考えながらプレイしないと上手くならないぜ。はい、スミスジェ、リバサでコト突き出すところはけ、まあ、リバサでね、鬼焼きだじゃなくてコト突きなところは俺もちょっと、いいと思うわ。最初コト突きだったもんね。ほいほいほい、禁止。やばい、やばい、痛い痛い痛い、超痛いのくなった。どうしよう。1フレから足元なの無敵っぽいよね、多分だけど。おい、おい、どうしたどうした、おお、コト突き、コト突き来たよ。来た。読みが当たりましたね。さすがに読めてれば、完全に読めてれば反撃はできる。マイナス8だから。ヤオキャンが。出させるための昭和の不適完璧笑。今ね、今のはね、コト突き出したくなるよね。その前小足だったもんね。その前何で暴れてたのか謎ですけどね。インシーコスリとかかな。あー間に合わない、発動。
俺は逃げ、それだとネオマ出せないぜ。あっ、ドライブがないぜ。でもちゃんと読み合いはしてる感じするよね。お足が見えたから。ネオマ出してみようか。おい、にくいからコトツキええやんっていうのは分かってやってる感じかな。まああの熱帯奈落やってますもん。熱帯奈落僕がうまく、うまっ、打っていく。ダメだ、ヤオキはやっぱできねえ。できたりできなかったりですね。逆手旅行でもよかったね、今の。はい、逆手旅行、逆勝流だとなんかあの傘当たりになることあるんで、遠い時確定取るんだったら逆手旅行の方が。支援が出ねえ。あれでも支援出ない病にかかってる。支援出ないのもね、多分後ろが入ってないんだよね。しさ。やらないと。これはうまい。Yeah.
今 EX オボロ、オボログノアに勝てましたね、ジャンプシーが。無敵が切れてたのかな。投げだけで飯食おうとして、暴れ潰しが刺さってしまう。もう一度刺さってしまう。2コンボで倒せましたけど、ほぼ返そう。これ多分 EX トルネード入らない。見てる。スミスジェ、上を置いてみたくなるから、技知らされてるところに飛び暴れ潰し通される気持ちは個人的にはわからなくもない。わら。割れつぶしはね、このゲームめっちゃ強いですからね。あ、という自分も暴れていく。だからフレームの隙間？